マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。よく先生ってなかなか体脂肪が落ちないんですというご相談をよく受けます。なんでこんなに頑張ってるのに体脂肪落ちないのって思いませんか？私も同じ経験がありますからよくわかります。そこでこの動画をご覧いただくと、体脂肪が落ちない理由と痩せる方法がわかるんです。もしあなたが体脂肪として綺麗に痩せたいなと思っているようであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。ではここから、なぜ体脂肪が落ちないのか、その理由と逆に何をすれば体脂肪を落として痩せることができるんでしょうかという流れでお伝えしていきますね。まず、なぜそもそも体脂肪がなかなか落ちてくれないのかって思いませんか？それは主に理由が3つあります。こちらです。1つ目、食べ過ぎているから。2つ目、間食が多いから。3つ目、カフェインを摂取しているからなんですね。では体脂肪が落ちない理由の1つ目の食べ過ぎだからについてなんですけども、これはもう聞いたらね、うんうんって納得じゃないのかなと思います。なぜかというと、どんなにダイエットにいいお食事であってもカロリーオーバーなわけですよね。これは納得ですよね。ですから使うエネルギーよりもそれ以上のものを摂ると、いつまでたっても体脂肪は落ちません。なぜかというと、体の仕組みがもうそうなっているからなんですよね。エネルギーを取り続ける限りはですね、それを使い果たさない限り、脂肪をですね、食べ過ぎたことによって、その体脂肪ですね、エネルギーとして体が使おうっていう仕組みにもそもそもスイッチが入らないからなんです。ですから、どんなにいい食べ物でもカロリーオーバーというのは一向に痩せることはできませんよってことになります。では2つ目の項目です。間食が多い方は体脂肪が落ちにくいです。なぜかというと、よくあるのがですね、先生私そんなにね1日食べてないんですっておっしゃる方多いんですよね。でよくよく伺っていくと、量は少なくても口に運ぶ回数が多い、まあ、イコールお食事とお食事の間に口に運ぶ量、間食がすごく多い方がねいらっしゃいます。要はダラダラ食べる方ですよね。これはですね、いかに量が少なかったとしても食べるたんびにデブホルモンと呼ばれるそのインスリンが出てしまうわけですから、そのインスリンが出るイコール脂肪を溜め込むっていう、そのお体のですねサイクルがあるわけですよね。ですからここを知っておく必要があるわけです。なのでもちろん量も気をつけるのも大切なんですけども、回数にも気をつけていくと体脂肪を落とすことができるんですよ。では3つ目です。カフェイン飲料を摂取している方ですね、摂取しすぎている方はですね、やっぱり痩せにくいです。なぜかというと、その適量であればある意味ダイエット効果もありますよってお話も事実ありますが、腸活の観点からお伝えしますと、カフェイン飲料、特にカフェインの多いコーヒーとかですね、紅茶とか、ああいったものをですね、もう毎日毎日5、6杯とか飲んでらっしゃる方っていうのは腸が動きにくくなってるんですよ。腸というのはカフェインを取ってしまうと動きがピタッとね、お休みモードにこうスイッチが入ってしまうんですよね。逆にノンカフェイン飲料ですよね、そういったものを飲まれると腸が緊張せずに済みますから、結果腸がしっかり動けば代謝が上がって脂肪を燃焼しやすくなって、結果痩せることができるんです。では今までなぜ体脂肪を落とすことができないのかっていうその原因についてお伝えしましたが、ここからはではどうやったらその体脂肪を落とすことができるのかという具体的な方法を3つお伝えしていきたいと思います。まず1つ目、先ほどお伝えした食べ過ぎについてなんですけれども、まずはですね、よく噛んでいただく。これもう誰でもできますよね。まずは噛めばいいんですよね。皆さんね、どうしてもこうお忙しくてね、まあ、私も時々なっちゃいますけれども、早食いの方は太るんです。ですからしっかりとよく噛むことで食べ過ぎ防止がこれ本当にできますから、ぜひ噛むというのをねやりましょうということなんですよね。
そしてプラス太る元、要は体脂肪の脂肪を使ってどんどんエネルギーとしてね使ってあげようかなって思ってるのに、糖質とか脂質を取っちゃうと体のそのスイッチが入りません。まあ、具体的に言うとお米とかパンとか麺類、そして油物ですよね。こういった量をちょっと控えてよく噛むだけでも、体脂肪のその溜め込んだ脂肪の方をエネルギーとして使おうかなって、お体がねシフトしてくれやすくなりますから、ここしっかりポイントを押さえていきましょうね。では2つ目です。間食が多い方は太りますよという対策についてなんですが、まずはね空腹時間を作ることです。インスリンを出さない時間をいかに意図的に作ってあげれるかどうかがダイエットがうまくいくかいかないかなんですよね。なので食べていいんです。ただ食べる時間と食べない時間をしっかり分けるっていうのがポイント。プラスできれば最低に12時間から、欲を言えば16時間以上を何にも食べない日をね、やはり週に1回とか2回とか作られるとこれ効果が出てきますよ。私もそうです。なのでぜひご一緒に空腹時間作ってみましょうね。でどうしてもねお腹空いてきてなんかつまみたくなるじゃないですか。そういう時はこの3番目、もうノンカフェイン飲料を取る、食べるよりも飲むことでしっかりと空腹をね満たしてあげると、これがだんだんとねルーティンで習慣化してきますから、あ、なんか前ほど食べなくてもいいなってね、あなたもなります、私もなってます。なのでそういった習慣化するまでやっぱりね 3,4 ヶ月かかりますから、ぜひねご一緒にまずはこの3つです取り組んでみてくださいね。ここからさらにワンポイントアドバイスなんですけれども、特に2番目のこの空腹時間の作り方なんですが、寝ている睡眠時間を味方につけると簡単に12時間ぐらいはね空けることができると思うんですよね。睡眠時間が8時間の方であればその前後使って空腹時間を作るとか、私はどうしてるかというと晩ご飯をお休みする時があります。まあ、時々ですね。で日頃はお昼ご飯私ほとんど食べないんですけれども、まあ、それでも結構ねお腹を休ませてあげるっていうのをしてますから、そしてお腹がグーグーってなった時にやっと脂肪がね燃え出すサインですので、そういったお腹グーグーってなりだしたらしばらくねすぐ食べずにちょっとね放っておいてあげてほしいですよね。では3つ目のこのノンカフェイン飲料、じゃあ先生どんなの飲んでるんですかってよく聞かれるんですけれども、私がおすすめしているそのノンカフェイン飲料、まあお茶系ですよね、はもうこの YouTube チャンネルでもう山ほどですね痩せるお茶ということでおすすめしてますので、ぜひこの動画ご覧いただいた後はね痩せるお茶ということでそういった動画もねもう何十本も出てますから、ぜひ参考にしていただきたいと思います。でどんなにいいものもやはりですねご自身に合う合わないってこれどうしてもねあるんですよ。なので私は何本もお伝えしている、もう何種類もお伝えしている中で、あなたがあこれだったら美味しいとか、あこれだったら続けれるなっていうのをやっぱりセレクトしてね続けてもらいたいんですよね。何事も継続は力なりということで、やめないことです。まずは続けてみるってとっても大事になってきます。でただ今回のテーマは体脂肪を落とすっていうのがテーマですから、それに一押しなのがこちらルイボスティー、できれば有機栽培の JAS マークがついてるような良いものを飲んでくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のまとめは、まずは食べ過ぎ防止でもう簡単、よく噛みましょうですよね。そして腸が動きやすいようなノンカフェインのおすすめはルイボスティー、これ脂肪をどんどんね燃やしてくれるお茶ですので、そういったお茶を飲みつつしっかりと空腹時間を意図的に作ってあげましょうねっていうことです。もうどれか一つからでもいいですから、ぜひ取り組んでみてくださいね。今回の動画のお話以上になります。役に立ったと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきましたとっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。